雲というのはですね、あまりこう動植物と比べて、地域にあまり限定されないっていうのがありますね。動物だとこうこの国にしかいないとかね、植物でももうあちらの国でしか見えないっていうことがあったりするんですけれども、雲というモチーフは、もう全国どこ行っても、世界どこ行っても、大体ほぼ見れるモチーフなので、一番身近なモチーフの一つだと思います。ですので、あまりこう地域に限定されないモチーフの方が、まあ一つ馴染みやすいモチーフかなと思いますね。で、例えば、動物とか人間とか植物っていうのは具体的にこういう形、こういう形っていうふうに分かりやすい形であるんですけれども、雲というのは、絶えず形が変化していって、消えてはまた形が出てきて、形が出てきてまた消えていきます。そういうふうにこう消えては出てきて、消えては出ていくっていう、こう雲っていうのは非常に形があるようで、またないようで、で形があるようでないようで、ってこういうつかみどころのない、雲の形っていうのは非常に魅力的なモチーフの一つとなりました。で、まあ、絵描きさんっていうのはやはりこう対象物があって、具体的なモチーフの形があって、それを描き起こすっていうのはさほど、まあ、難しい問題ではないんですね。で、やっぱりこう形がないものを絵にしていくっていうのは、これはなかなか難しいことでして、じゃあ形がないものをどうこう形にするかっていうので、非常に、絵描きさんとしては、描きがいのあるこうモチーフになるのかなと思います。で、まあ、皆さんご存知のように、雲というのはですね、こう大気の動きによって絶えず変化していきます。で、地球の、この環境のシステムによって、こう気流の動き、大気の動きによって、雲の流れっていうのを目まぐるしく変わっていきます。で、地表の、蒸気が上に上がって、雲ができて、また雨を降らしてっていう、こう水のこの循環とかサイクルもありますね。で、そういうサイクルっていうのは、一つ、別の意味で置き換えると、生命のね、命の循環っていう形でも置き換えられるかなと思います。がこう大気の動き、形があって形がなくなって、で命もそうですね、命があってまた命をなくなって、また命を紡いでっていう、そういう循環サイクルがありますね。で、そういうことをこうテーマにしながら、一つこう雲をモチーフにして、ずっと、描き続けております。で、雲っていうのはこうなかなかね、絵にすると非常にこう形が定まらないので、とても難しく、形を決めていくまでに非常にこう考えたりとかね、悩んだりとか、なかなか形が定まらないので、完成するまでに非常に時間のかかる、モチーフですね。まあ、こう他のモチーフ、例えば動物とかですね、植物とかっていうのは、こう描き始めた段階で少しずつこう描き進めていくうちにこう仕上がっていくんですけれども、雲というのはですね、ここにこういう形を作って、じゃあ雲のこういう形を作っていくと、このバランスも考えていかないといけないんですね。じゃあここに白い雲があって、じゃあここにまた白い雲を乗せた時に、このバランスを考えると、どうもちょっとこの雲の形や色同士があまり合わないなとかね、そういうふうにやっていくと、ここの雲の形を修正すると、じゃあこっちの雲の形はまた別の形にしようとか、でこの雲の形とこの雲の形じゃなかなかこう気流の流れがうまくかみ合わないとか。そうなってくると、もう絶えず画面の中でどん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 形や色が変化していきます。まあ、実際の空の雲もどんどんこう形は変わっていくんですけれども、同じように絵の中でも、雲の形もどん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 変化していきます。ですので、ここにこういう雲の形を乗せて、じゃあこっちにこういう雲の形を乗せた時に、そのバランスを考えながら、最終的にこの、雲の形を決めていく。ここに、雲のこういう色を乗せた時と、それかまたこっち、ここにこういう雲の色を乗せた時に、うまくちょっとこう気流の流れができてきたかなと思ったら、それを良しとして、また、次の雲の表情を、作り込んでいきます。ですので、この雲の絵に関しては、もう終わりどころがない、もう
完成させるタイミングがなかなか難しいという、非常にこう大きなですね、悩みを抱えてしまうような、作品になっていきます。でまたこの雲の絵をずっと見ていただくと、だんだんこう雲がね動いているように見えてくるかもしれないですね。なんかこう空間がこう動いているように見えてくるかもしれないです。でどん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 こう雲をずっとね雲の絵を見てると、どんどんこのね雲の世界に入り込んでいけるのかなと思いますね。で雲の世界に入り込んでいった時にじゃあ、この表面的に見えるこう雲の形だけではなくって、じゃあ雲の向こう側の世界はどんな世界があるんだろうというふうに想像力を働かせていただくと、雲が晴れてくると向こうから太陽が見えてくるかもしれないし晴れ間が見えてくるかもしれないし、それ以外でもまた別のものが見えてくるかもしれないですね。だそういった意味で、表面的に見える、雲の形を、通り越して向こう側の世界を、想像してもらうとどん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 こう雲の形を、通り越していって違う世界が見えてくるかもしれない。そういう想像力を、かきたてて、もらえるともっともっとこの絵の、魅力雲の絵の魅力っていうのが広がってくるかなと思います。普段日常生活でもそうですけれども、何気なくこう目の前の風景っていうのがこう自然に入ってくるんですけれどもやはりこう雲っていうのもその一つかもしれないです。でも意識的に空を見上げていって、雲の、形の変化や、雲のこう流れだとかそれからこう雲を流していく風の流れをこう想像して意識的に見ていただくとまた違う世界が広がってくるかもしれないですね。でそれと同様に、雲の絵もですねじっとこう見ていただくとどん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 違う世界が発見できるかもしれないです。そういった想像力を働かせることによって、見る人のこう感覚を、感受性を広げていくとまた雲以外の絵でもまた違う、発見とかね、見て取れるかもしれないですね。はい、じゃあ、こちら、雲の絵なんですけれども、こちらはの和紙に、墨と、それから胡粉という白い絵の具を、使ってで、雲の、作品を描いております。で、こちらはですね、日本画で使う岩絵の具ですねこれを使って、制作しております。まあ、比較していただくと、墨と胡粉の、雲の絵とそれから岩絵の具を使った彩色を施した雲の絵ですね比較してもらうと、まあ、これだけの違いがあるということなんですけれどもまあ、墨だけの、雲の絵、まあ、モノクロームの白黒の、美しさグラデーションと、それからこういろんな色味の入ってある雲の、表情を読み取っていただくとまたいろいろこう想像力が、働いてくるかなと思います。それではですね、このカウの、作品の内容についてお話しいたします。はい、で、もともと私も三国志がですねとっても大好きで、こういう三国志の、登場人物の、キャラクターを、まあ、いつかこう絵にしたいなっていうことはずっと思っておりました。で、こちらのプルミエに来てですね、実は関羽が、関帝ということで商売の神様として信仰されてるっていう話をこれ初めて知ったんですね。で、あ、じゃあそういうことだったらっていうことでもうすぐじゃあまあ、こういう時代でもあるのでじゃあすぐ関羽の絵でも描いてみようかなというふうに思っておりました。で、まあ、関羽というのはビジュアル的に、特徴がありまして、まず一つはこの、長いこの顎ひげでも大体こうおへそぐらいまであるこう顎ひげっていうのが一つ特徴になってます。
で、それから、武器なんですけれども、偃月青龍刀という、薙刀みたいなものを持っております。で、それから、馬ですね。関羽が、乗ってる馬は赤い毛の、馬で、関鳥羽、もしくは関留と呼ばれる馬を持っております。で、これは、もともとその呂布という、武将がおりまして、これまた一騎当選の非常に豪傑な武将がおりまして、で、この呂布が、死んだ後、譲り受けた馬がいます。で、この関羽の特徴としては、この長い顎ひげと、それから偃月青龍刀という薙刀のような武器と、関鳥羽という馬、この3つが関羽を示すポイントになります。で、今回は馬は入れてないんですけれども、この長い顎ひげとそれから偃月青龍刀の武器を持たせると、関羽になるということですね。で、それから、古代中国の、鎧っていうのも、なかなかこう資料があまり少ないので、当時の、残ってある、資料を参考にしながら、ある程度こう自分でデザインして、作っております。で、昔ですね、NHK の人形劇の「三国志」でも、人形作家の川本喜八郎さんという方がですね、人形を作ってるんですけれども、その川本喜八郎さんの、作った、人形の、鎧も、参考にしながら、デザインしております。で、普通にですね、絵にしていくっていうのも、今一つこう変わり映えがしないので、今回の関羽に関しては、花器病巣という、表現を、取り入れています。花器病巣っていうのはどういうことかっていうと、昔ですね、江戸時代に、琳派という流派がありまして、皆さんも聞いたことあるかと思うんですが、尾形光琳のね、始祖とする、京都の、町文化の中でこう流行った、流派があるんですけれども、非常にきらびやかで、貴族風な、画風を重んじた、流派があるんですけれども、その中で、通常はこう花器病巣、すみません、掛け軸ですね。掛け軸は、軸装して、作品を裏写しで貼るんですけれども、琳派の表現の一つとして掛け軸を全部手書きで書いていくっていう表現技法もあります。で、それを参考にして、今回の関羽の作品は、背景にこういった形で手書きで花器病巣をしております。で、花器病巣をすることで、非常に画面構成もまた面白くなってくるっていうことと、さらに、額縁を貼ることによって、よりこう絢爛豪華な雰囲気と、それから迫力が出てくるので、関羽の、非常にマッチしてるかなと思います。で、上に、桃の花もですね、描き込んでいるんですけれども、中国ではですね、桃っていうのは非常にこう長生きがするね、仙人が食べてこう長生きするようなっていうお話もあったりするんですけれども、非常に桃というのは中国では大事なモチーフの一つになっております。で、劉備と関羽と張飛がですね、義兄弟を契りを結んだ場所が、桃の花園があったところなので、ここで、桃園の誓いという、エピソードになっております。それで、桃という素材をここに、書き込んでおります。で、関羽はですね、非常に、中国でも人気がありますし、ここ日本でも、人気のあるキャラクターの一人ということなので、まずはこの、三国時代はですね、非常にいろんな、キャラクター、英雄がもう本当にたくさんいるんですけれども、その中でも、非常にこう人気があってですね、商売の神様ということで、皆さん馴染みやすいキャラクターの一人として、まず最初に関羽を、選んで、表現していきました。
私はもともと日本画を描いていますので、まずは日本画の素材を使って絵にしてみました。で、日本画といっても、皆さん馴染みのある方もいらっしゃれば、日本画ってなんだかよくわからないっていう方もいらっしゃいますので、じゃあ、日本画って何だろうということなんですけれども、日本画っていうのはですね、その昔、明治の頃ですね、明治維新が起きまして、で明治新政府になりました。で、明治新政府になりますと、西洋に追いつけ追い越せということで、富国強兵政策をしていくんですが、その中で、日本の文化やですね、美術も、西洋に対抗するためにいろんな改革をされていくんですね。で、江戸時代まではですね、各流派によって呼び名が決まってました。例えば狩野派ですとかね、琳派だったりとか土佐派っていうふうに、それぞれ流派によって絵のカテゴライズをされてきたんですね。で、明治新政府になると、それをもう一回くくり直して、でこれまでの、いわゆるその狩野派だとか、琳派だとかっていうような流れを、もう一括りにして、日本画というふうに、名前を付けました。なので、これは国策なんですね。西洋画に対する日本画ということで、これまであった日本の伝統的な絵画を一括りにして、日本画っていうふうに言われるようになってきました。そういう説もあります。で、現代ではですね、日本画でいうと、大体こういうふうに、ちょっとこうね、表面がキラキラして見えたりするんですけれども、細かい、粒子を使って、にかわで溶いて、絵の具を作ります。で、これを、和紙に描き込んでいきます。これが、オーソドックスな日本画の表現技法なんですけれども、その技法を使って、描き込んでいきました。で、なかなか岩絵の具と呼ばれる細かい粒子で絵を描くのは、ちょっと細かく描くのはなかなか難しいので、そこで、アクリル絵の具も使って、併用しております。で、アクリル絵の具もですね、非常に定着が強くて、堅牢な画面構成ができますので、特に背景の花き病巣のところ、ちょっと細かい表現とか模様も入ってきますので、そこは主にアクリル絵の具を使っております。で、アクリル絵の具のフラットでベターっとした感じと、それから、関羽の中の、表情とか鎧の方は、日本画の岩絵の具で描き込んでおります。で、絵の具の違いによる素材感の、対比も強くなるので、画面全体にもまた緊張感も出てくるということで、併用するとそれぞれの画材の長所短所を補うことができます。そういったところも効果的に狙ったつもりで、表現してみました。意識だと、下書きの程度とかですね、スケッチ程度っていう感覚の方が強いのかなと思います。デッサンみたいなね、感覚が強いかなと思うんですけれども、そうじゃなくって、ちゃんと鉛筆画として、ちゃんと独立した絵画作品と見せるっていうことも、一つ仕事として書いております。で、鉛筆はもう本当に一番身近な画材ですね。もう紙と鉛筆さえあればもうすぐ絵は描けるので、しかも皆さん身近に使ったことのある道具なので、それに一番身近にあるその手軽な、画材を使って、どこまで絵画的な表現、それだけ説得力のある絵画表現作品を作れるかなっていうのを試してみました。で、本当にもう紙と鉛筆さえあればですね、絵は出来上がるので、でも皆さんがよく、使ってる鉛筆を、使っていきながら、絵画表現をしております。
で、髪の種類もですね、ちょっとこうケント氏というこうつるんとしたあまり髪の表面の凹凸のない、髪と、こちら、マーメイド氏という髪の凹凸の強い、外用紙、これ2種類を使っております。で、髪を、使い分けることによってまた鉛筆のトーンとかですね、線の出方も変わってきます。まあ、比較してもらうと分かるんですけれども、こちらこう髪の表面がデコボコしているので、ちょっとこう鉛筆のトーンがこうザラついた感じに見えると思います。で、こちらケント氏、こちらもそうですね。で、こちらつるんとした、髪を使っているケント氏なんですけれども、髪の表面がつるんとしているので、鉛筆のこのタッチが、繊細に出てきます。ですので、こう細かくですね、書き込んで細密描写をしていく上では、こちらのケント氏の方が向いてるかなと思いますね。で、それに対してこちらの髪がデコボコしているので、ちょっとこう素材感とかね、ちょっと温かみのあるような雰囲気っていうのは、こちらのマーメイド氏の方が向いてるかなと思います。で、この猫なんですけれども、実際こう動いてる猫をこう描きながら描き込んでいくっていうことは、ちょっと物理的に難しいので、一旦これを写真に撮って、で、写真を見ながら絵にしていきます。で、そこで注意しなければいけないのは、写真を見ながらこう絵を撮っていくと、そのまま写真を、トレースしたような絵になりがちなんですね。それを避けていかないといけないので、あくまでも、対象物は生の動物なので、そういうこう動物の生っぽさであったりとか、動物の、生きた感じっていうのを表現していかないといけないので、そこはやっぱり写真を見ながらでもこう絵にしていくときは、動物の生っぽさであったりとか、生きている感じとか躍動感とか、こう動物臭まで意識をしながら、表現していきます。描いていきます。で、そうすることで、いかにも写真からこう写し取った絵ではないですよっていうふうに描かないと絵は生きてこないので、そこは注意して描く必要があると思います。で、それからこちらにライオンの絵もあります。で、こちらは紙ではなくて、板に、アクリル絵の具で描いています。で、まあ、アクリル絵の具で描いていくので、鉛筆とは違って、やはり彩色を施していくので色味っていうのが出てくるんですけれども、今回この、ライオンの絵に関しては、直接その木の板地を、利用しながら、木の板の木目を利用しながら、ライオンを描いてます。で、そうすることで、木の持つ、木目の素材感と、それからこうライオンの動物の持つこの、動物臭であったりとか野生の雰囲気をこう組み合わせることによって、この木の板の木目がまた砂漠に見えたりとか、サバンナの空間に見えたりとか、まあ、別のような、イメージを持ってくるんですね。そういった絵の面白さを狙って、表現しています。はい、ということで、まあ、さらっとこう、作品の紹介をしていきましたが、こういう、世の中です、コロナ禍の状況なんですけれども、芸術家と呼ばれる方たちはですね、こう喜怒哀楽っていうものをいろんな形で表現してます。で、表現するっていう行為はですね、非常に、まあ、孤独であったりとか、辛い状況の中で生み出されたものもたくさんありますので、皆さん辛い思いをされているかとは思うんですけれども、芸術作品と触れることによって、その気持ちを癒したりとか、共感し合う部分があるかと思いますので、皆さんぜひですね、絵画や美術作品や、音楽やら映像やら、まあ、いろんな芸術作品がありますので、そういった芸術作品と、触れ合っていただくと、何らかの役に立てるかなと思います。ですので、まあ、3密を避けていただきながら、ギャラリーに、来ていただいて、生の、絵画作品と触れ合ってコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか。皆さん、ぜひ、足を運んでください。よろしくお願いします。